今日もね、海の上展望台から、始めていきたいと思いますけれども、はい、そうですね、最近こうよく動画をね見させていただいてますと、こういわゆる炎上動画、はい、炎上動画ってありますよね。まあ特にやっぱりこう転倒が多いかな、最近のこう傾向を見てると、特にこうまあ初心者のね女性とか女の子がね、納車間もなくこうバイクに乗ってね、転倒をまあ何度もするとか、まあそれとかツーリング中にね、こう女の子がね、転倒する動画とか、まあいろいろねありますけれどもね。まあそうですね、ソラナミに関してはですね、そういうこう転倒動画っていうのは、まあ自分のまあソラナミ自体はね転倒してないんだけどね、一緒に走ってる友人とか知り合いが転倒しても、それに関してはねこう動画にして公開するっていうことは基本的にしてないです。まあ今日はそうですね、その炎上動画、はい、その辺をね、中心に、お話をしていこうかなというふうに思います。はい、じゃあやっていきます。今日はね、グロムで、はい、やりたいと思います。そうですね、最近、こう自宅でね、動画とかを見ていますとですね、まあよく見かけるのが、まあ、転倒動画ですね。はい、まあそうですね、ソラナミもね分かります、その転倒動画って、結局ね、回数回るんですよ回るの、それは分かってる。で、特にね、それがこうなんていうのかな、可愛い女の子だったりね、はい、すると余計に回るっていうのも分かりますはい、ですのでね、まあどうでしょうね、こうそういう YouTuber さん、もしくは元ブロガーさんの中には、比較的ね、そういった転倒動画みたいなのをまあ上げられるっていうね方もまあいます。まあ正直ね言いますけれども、それは全く僕はね、自由だとは思いますよ。何かこう法律とかね、法令にこう違反してない限りは、まあ、問題はないと思うんです。でも、そういう動画が結構こう、まあ、いわゆる炎上っていうんですか、はい、炎上しますよね、はい、僕もね、最近そのいわゆるその炎上したっていう感じのそういう転倒動画っていうのを、まあ、何本かね、見させていただいてるんですけれども、まあね、正直な感想から、言わせていただこうと思うんですけれども、僕的にはそれがね、なぜそんなに、こう炎上しているというか、バグっているっていうか、バズっているっていうの、はいはい、っていうかちょっとよくわかりません、はい、いわゆる、立ちゴケ、立ちゴケとかをこうして連続でね、している女性に向かってね、まあ、まあ一般的にこう危ないっていうか迷惑だから、そのレベルで、こう行動を走るんじゃないみたいなねことをおっしゃってる方が、いらっしゃいますけども、しょうがないじゃん、だってその人に免許与えちゃったね、そういう自動車教習所があるわけだからそれもしょうがないよ。で、まあこれ資格だからね、まあ免許だってこれ国家資格でいいのかな、国家資格とはちょっと違うかこれ国がね、まあある意味こう与えている資格ですから、それが資格を与えちゃった以上は、まあこれはもう運転する資格がないっていう、お前に言う資格がないよそう言われてもしょうがないと思う、これは。だから、運転する資格はね、あります。で、運転する資格がないというのは、僕はおかしいと思いますね。で、それから、次にね、まあこういったような意見を見かけるんですけれども、身の丈に合った、オートバイを選びなさいと、いう方もいらっしゃいますよね。でもね、これもね、僕はね、その、なんていうのかな、ご意見を読んでね、ちょっとね、すごく違和感を感じるんですよ。そもそもですよ、自分の身の丈に合ったオートバイっていうのは何でしょう。そもそも、自動二輪普通免許を持っている人、まあ、こういう人に関しては、いわゆるその身の丈に合ったバイクっていうのは、400cc までなら、どれでも大丈夫なんですよ。身の丈に合ってるはずなんです。だって、そのオートバイの運転して
ていいっていう免許を持ってるんだからねそれに関しても僕はおかしいことだと思わないし、そういう意味では身の丈に合ったバイクだと、言えるんではないかなと思います。まあもちろん、その原付2種の、ね、小型の免許しか持ってない人が、大型免許乗ったらそれはね、まあダメだと思いますよ。でもそれを運転していいっていう風になってるオートバイですから、そもそも僕は、運転していいと思います。なので身の丈に合ったバイクって、じゃあ一体何なのって、でそれとかふさわしいバイクを乗りなさいと、いうような方いらっしゃいますよね。でも、その自分が乗りたいバイクっていうのはあるわけでしょ。皆さん自分でねお金を出して、買うわけですから、それはあなたがお金を払って買ってくれるんだったら、まあ、それはいいよ。そのあなたが、そのね、僕例えば僕に買ってくれるんだったら、僕の身の丈に合ったバイクはこれだからこれに乗りなさいって言われて、もうね僕は、買ってくれるんだからね、お金出すのは僕じゃないんで、ああそれはありがたく頂戴いたしますっていう話になるけども、まあ、あくまでも自分でね、こうお金を出して、買うものですから、それは自分の欲しいもの、自分の乗りたいものに、乗るしかないですよ、そんなものはね、まあ正直言いますけれども、はっきり言ってそういうことを言ってる人たちの話っていうのは僕にとっては余計なお世話です。あ、余計なお世話だと思いますね。で、まあそうですね、ただね、やっぱり僕はね、動画の撮り方として、一つだけ気になることがあります。はい、こういう動画をたくさん撮ってる人たちに今度はね怒られるかもしれないですけど、要はなぜ炎上するのかっていうところなんですけれどもね、まあ、そこを考えてみたんですけれども、例えばですけれども、こう免許取り立てで初納車、で、まあ、オートバイを買って、その女の子をね、ドキュメントとして、追っかけていく、こういう企画に関しては僕は丸だと思います。はい、十分ありの企画ですよね。で、例えばじゃあそういう女の子を撮るとき、はい、僕だったらどうしますか。まあそもそも僕撮らないし女の子の知り合いいないけどね、はい、もしいたとしたら、どういう撮り方をするか、はい、ベテランさん、一番のベテランさんを先頭につけます。でその次に、その女の子を走らせます。で、どうしてもその女の子を、後ろから撮りたいときは、その後ろに、まあ、ライダーさんなり車なり、置いてね撮影をするっていう方法でやります。でただし、僕は初めての納車とか、初めてのそういうね、初心者の女の子のバイクを取りに行くっていうのは、あまり動画にはしないです。本人がどうしてもしてくれって言われた場合はするかもしれないですけど、しないです。おそらく、まあ映してもね、あんまりそんなにかっこいいものにはならないでしょう。でそういったようなものを、取るっていうことが、まあその人のためにとってどうなのかっていうことを考えるとね、僕は取らないです。まあどうしても取ってくれって言った場合、今のような取り方になると思うんですけれども、これがね、やっぱり僕が一番嫌だなって思うのは、こう初めからこけるのを期待してるというか、まあ、そういったようなことを匂わす撮影方法だと思うんですよね。はい、女の子をとりあえず先行させて前に行かす、でその後ろを、舐めるようにね、男連中が3人とか4人とか乗った車で、追いかけるみたいな、そういう撮り方を僕はしてる動画をたまに見かけるんですけれども、それはね、やっぱりね、何を期待してるかっていうのをもうこっちに伝わっちゃうよね。まあ、初心者の女の子ですよ、先導させてどうするって話じゃないですか。やっぱり一番のベテランさん、しっかりしたベテランさんのライダーさんがね、やっぱり先導してあげるべきでしょう。で、それをどうしても後ろから撮りたいって言うんだったら撮ることに関しては僕は特には何も言わないですけれども、まあやっぱり、その初心者の女性を先行させる、でそしてそれを後ろから撮るっていうやり方は、僕はやっぱりいやらしいなと、思います。ですので、そういったようなところのいやらしさっていうのが、動画を通じてね、こう視聴者さんに届いちゃってるんじゃないかなって僕は思うんですよね。まあ、だから炎上するんじゃないですかね。僕は、まあ、炎上するだけの、こう話題性があるようなことは言えませんし、話題性のあるようなことはできない、まあ、いわゆる炎上もできない元々ですけど情けないね。はい、
でもね、うん、やっぱりそういう僕が見てもそういういやらしさっていうのは、確実に、伝わってきちゃうんですよね、うん、それに関しては、僕はね、そういう部分がやっぱりこう伝わっちゃってるんじゃないかなって、まあ、いうふうに思います。うん、まあただね、その先ほど言った資格がある資格がないとかね、迷惑だから乗るなとか、うん、まあこれに乗れとかこういうバイクに乗れとか、いうことは、僕は明らかにね、おかしなことだというふうに先ほども言わせていただきましたが、まあただそういうことではなくてね、やっぱり一ライダーとして、まあ、これは人に言われることではなくて、自分で思うこととして、僕は言っておきたいんですけれども、やっぱりことライダーというのは、常に、大勢多人数で、走れるものとは限らないです。はい、一人で、乗ったり一人で出かけるっていうことを必ず想定して、乗らなくてはいけないもの乗り物だというふうに僕は思っています。はい、であれば、である以上ね、自分で、何が起きても何とかできるオートバイに乗るっていうのは、これは、ライダーとしてのなんていうのかな、基本だと思いますね。僕はそう思ってます。はい、例えばですけれども、オートバイを倒してしまった、はい、倒してしまった時に、起こせますかっていう話ですね。はい、起こせないバイクを、乗るなっていうふうには僕は言いません。はい、ただやっぱり道の真ん中でね、倒れてしまった時に、自分一人で、起こせなくてね、えっちらおっちらえっちらおっちらずっとやっていると、危ない可能性がありますよね、後続車の関係で、うん、でもしくは、そのね、こう起こすことを諦めて、カーブの出口に、自分の倒れたオートバイなんかを放置した場合に、20、30の大事故を起こす、こう可能性もあります。うん、ですので、やっぱり僕はね、そういったような意味で、自分の身の丈に合ったバイクっていうのは他人に言われることではなくて、自分で判断することであってね、うん、でその判断ができない、人っていうのは、やっぱり僕はライダーとしてはどうなのかなというふうには思います。まあ、それは言わせていただこうかなというふうに思います。うん、で、今できなくてもいいんですよ。その買った後にできるようになればいいんですよ。たまにこう見かけるんですよね、ツーリングしてて、例えば、まあ、いわゆるそのなんていうのかな、お姫様ライダーみたいな人っていますよね。自分の乗ってきたオートバイ、でこう食事をした後にね、こうそのなんていうのかな、駐輪場から、オートバイをね、まあ丸々騎士団みたいな人たちがね、こう、出してくれるわけですよ。でその姫ライダーがオートバイに乗る時もね、倒れないようにその支えてあげててね、でこう姫ライダーのね体もこう、転ばないように押さえてあげてみたいな形で、乗り降りしてるね女性ライダーを見ますけれども、その身の丈に合ったバイクっていうことは、それは少なくともね、僕は全て何が起きてもこう大丈夫みたいなね、話じゃないとダメだみたいなところに持っていってしまうと、いわゆる男性でもね、というかもしくは空波でも 125cc だって怪しいもんですよ。本当に俺の身の丈に合ったかなんていうのはね、怪しいもんです。ですから、どこまでできなきゃいけない、何ができなきゃいけないなんていうのは一概には基準はないですよ、うん、ないですけれども、やっぱりそこっていうのは、本人、乗る本人がね、決めていくべきものだと思いますし、いわゆるその炎上動画っていうんですか、まあ、転倒動画、うん、みたいなものをやっぱり見ているとね、これは明らかに、なんていうのかなこうネタとしてね、わざと転んでいるとか、まあそういったね、動画をね、こう見かけるんですよね。うん、まあ例えば、カーブのね、コーナーでも、そのなんていうのかな、こう曲がってる途中でね、まずこうブレーキをして、そのカーブの途中でね、止まる必要はないわけですよ。そう、止まって、ピタッと止まった後に、パタンって倒れたりとかっていう動画もありますよね。それってもうほとんど意味わからないよね。例えばこう何か、まあ停車する用事っていうか、そういう可能性がある、まあ例えばお店に入る手前だとか、そういうとこでは分かりますけど、何もないただの、まあ、コーナーですよ、カーブですよ、そこの途中で止まる必要ってないじゃないですか。で止まってパタンって倒れてる、まあ、いわゆるその安全に倒してるわけですよねそういったような、動画を撮ってね、丸々チルとかね、書いてあるような動画、まあやっぱりそういうのは初めから炎上をね、狙っている動画だと思いますので、まあ炎上してしまってもね、まあ仕方がないかなとは思うんですけれども、
まあね、そんなふざけたことをやっててさ、本当に大事故につながったりね、大怪我をしたり、それとか、まあ、死んでしまったりなんて、いうことがないようにね、本当に、まあ、注意して、いただけたらなというふうには、思いますね。